1623年のファーストフォリオからヘンリー4世第2部の表紙の副写、ヘンリー4世第2部はウィリアム・シェイクスピア作の歴史劇。1596年から1599年の間に書かれたと信じられている。シェイクスピアの第2四部作であるヘンリアドの3作目にあたる。シェイクスピアがヘンリー四世第二部で主に財源としたのは、 他の刺激同様、ラファエル・ホリン・シェットの年代記で、それが、月記にターミナス・アド・クエムを与えた。エドワード・ホールの、ランカスター・ヨーク・両名化の統一も参考にしたようで、研究者たちは他にも、サミュエル・ダニエルのバラ戦争を題材とした詩に、シェイクスピアは通じていたのではと示唆している。1596年から1599年の、 間のいつかに書かれたと信じられている。書籍賞、アンドリュー・ワイズとウィリアム・アスプレイによって1600年に書籍出版業組合に記録され、同年、4折版が出版された。ヘンリー4世第1部より人気がなく4折版での出版はこれのみである。次に出版されたのは1623年のファーストホリオである。出版前に、 たびたび公演された劇であることが四折版の表紙に書かれている。記録を見ると、1612年に王宮でヘンリー4世二部作が上演されたとあるが、題名がサージョン・フォルスタッフとホットスパーとなっている。フォルスタッフ第二部と書かれてある記録は1619年の王宮での上演を指しているようである。ヘンリー5世若い女性を口説く、フォルスタッフ、 噂が登場して、工場を述べてから、月起が始まる。ヘンリー4世、第1部の続きで、シュルーズベリーの戦いとホットスパーの死を知らされて、反乱軍が動揺するが、反乱は続けることにする。ロンドンに戻ったホルスタッフは、居酒屋の女みクイックリープ人や売春婦のドルティアシート相手に飲んで騒いでいる。第2の反乱が起きたので、徴兵しながら、戦場に向かう。 その途中、グロスタシャーで、法学院時代の悪友だったシャローハンジと再会し、思い出話に花を咲かせる。ヨークシャーのゴールトリーの森にいた、反乱軍のところに、ランカスタコージョンから和議の申し入れがあり、反乱軍はそれに応じる。しかし、首謀者たちは捕まり、ようやく反乱は終わる。戦いには勝ったものの、ヘンリー四世は病気で倒れてしまう。心配だった。 春王子とも和解して、安らかに死んでゆく。フォルスタッフは、春王子が王に即位して、ヘンリー・五世になったことを知り、交渉を期待して、シャローを引き連れて、ロンドンに行く。しかし、生まれ変わったヘンリー・五世は、フォルスタッフを拒絶する。さらに、フォルスタッフはこれまでの罪で監獄に連行される。エピローグでは、踊り手が現れ、締め工場を述べる。 そこで、ヘンリー5世が主人公の続編の予告をする。フォルスタッフはフランスで発刊死する予定であると語られるが、完成した続編では変更されている。また、フォルスタッフは、ジョン・オールド・カーソルとは別人であることがわざわざ告げられる。2012年には BBC が、テレビ映画シリーズ、ホロー・クラウン、嘆きの王冠の一編として制作した。ヘンリー世、第部は、 第一部ほどの成功は収められなかったようである。春王子とフォルスタッフの絡みが少ないのが劇的ではないと批判されたのであろう。評論家の中には、シェイクスピアは続編を書くつもりはなく、さらに歴史的な出来事があまりないので、喜劇的なシーンを具にもつかない、埋め草にしたのだというものもいる。とはいえ、フォルスタッフとシャロー判事の場面は、切ないようなエレジー的喜劇として、 賞賛を受け、また、フォルスタッフが、ヘンリー5世から拒絶される場面も力のある場面とも、言える。カストン、P340 カストン、P340 ハルイデー、FEA シェイクスピアコンパニオン1564から1964、ボルティモア、ペンギン、1964P215。ありがとうございます。